関西エアポート株式会社は関西国際空港及び大阪国際空港の運営を目的に2015年12月1日に設立された日本の会社。2016年4月1日より新関西国際空港株式会社から運営権が移管された。2018年4月1日からは100%出資会社である関西エアポート神戸株式会社が 神戸空港の運営を神戸市から引き継ぎ事業を開始した。2015年11月10日、オリックスとフランスのバンシーエアポート、他パナソニックや阪急阪神ホールディングス、南海電気鉄道等の企業30社で構成されるオリックスバンシーエアポートコンソーシアムが関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等の 優先交渉権者に選定された。その後、同年11月20日に、基本協定書が締結されたのを受け、同年12月1日に設立した。当初は、オリックスとバンシーエアポートの2社が出資をするが、運営開始までに、第三者増資割り当てにより、関西に拠点を置く企業等が、新株発行と増資を行っていた。本社は、 大阪府大阪市西区西本町一丁目4番1号に所在していた。なお、関西エアポートはオリックスグループには属していない。初代代表取締役社長にはオリックス不動産の代表取締役社長やオリックスの代表取締役副社長を歴任した山谷義行が代表取締役副社長にはカンボジアの空港運営会社、 カンボジアエアポーツの最高経営責任者であるエマヌエル・ムノントが就任した。2015年12月15日、新関西国際空港との間で実施契約が締結された。2016年4月1日の事業開始に向けて引き継ぎを進めていく予定である。契約は2060年3月31日までの44年間にもわたる。 関西エアポートはその間に1兆円の設備投資を行い、利用者数を2059年度に両空港で2014年度の実績の7割増となる約5800万人に、売上高を6割増の約2500億円に伸ばす目標を掲げている。利用者の増加に向けて、中近距離路線がメインの格安航空会社を誘致すると同時に、欧州路線、 北米路線の新設を進めていく方針である。さらに、ホテルや商業施設を拡充して着陸料以外の収入を増やしていく予定である。2016年4月1日、関西国際空港並びに、大阪国際空港の新関西国際空港より、運営権の移管を受けて、運営を開始し、同時に本社所在地を現在の場所に変更した。 当社のマスコットキャラクターは、ソラヤンで、新関西国際空港の頃の2014年に、大阪国際空港開港75周年記念に、初めて登場した。登場当初から、関西国際空港の開港当初からのマスコットで、同じ会社に所属する、カン君とイベントで一緒になることの方が多く、ゆる、キャラグランプリ2014は、ソラヤンが単独でエントリーしていたが、ゆる、 キャラグランプリ2015からソライアンと共同でエントリーするようになった。その後当社の子会社が神戸空港の運営に携わる前日の2018年3月31日に関西国際空港で実施されたカン出発式をもってカンが引退したことに伴い翌日の4月1日から大阪国際空港の専任から関西国際空港と神戸空港の マスコットキャラクターも担当することになっている。似たような例として、大阪府が乱発したマスコットキャラクターをモズヤンに統一したというものがある。当社設立後に設立されたものを除き、前社、新関西国際空港株式会社より、株式の所有権の譲渡を受けたものである。2019年4月に、グループの再編を行う。ありがとうございます。